Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は恩返しというテーマでお話をしたいと思います。Paid forward とかね、paid back とかね、いろんなこう言い方をしますけれども、この恩返しというね、テーマでのお話です。誰かに恩返しをしたいとかね、あ、そういえば、何かあの人、例えばお父さんとかお母さんとかね、あるいはお世話になった人にこう恩返ししたいけどできてない、そういうね、こう人、ぜひですね、この動画を参考にして、あ、自分もそうしてみたいなって、あ、そうなんだなって、自分もこういうふうに動いてみようとかね、そういう一助にしていただけたらすごく嬉しいですので、ぜひ最後まで、ご覧いただければ嬉しいです。恩返しということでね、なんで今回ね、僕がこういうお話するか、その経緯と、そのね、内容についてお話をさせていただきます。なぜね今回このお話をするかというと、他の動画でも、ね、お伝えしている通り、実はね大切な人を僕はね最近亡くしたんですよね。誰だったかというと、大学時代のね恩師だったんですね。英語の僕の教授だったんですよね。でその教授とはねすごく長い付き合いなんですね。例えば僕が大学1年生の頃から4年生の頃まで、ずっとねその方の授業を僕は取っていました。でコミュニケーション学のね権威というかね、その分野の専門の方だったので、英語をただ教えるんじゃなくて、英語でいかに他者と本質的なコミュニケーションを取るかとか、本質的な関係性を築くかとか、そういったことにこうフォーカスをして授業を展開されていた方だったんですよね。その方の本当にその人となりもそうだし、英語のねその専門性もそうだし、本当にその人が、ね、僕大好きで、はい、ずっとね、学びをね、させていただいていました。で僕が英検準一級にね大学2年生の頃に受かった頃にすごくねこう自分のことのようにねこう喜んでくださったりとか、ご飯にね連れててくださったりとかね、してすごく嬉しかったのを覚えてるんですよね。そして、僕がねこう結婚した時にも結婚式にねこうご招待させていただいて、で、来てくださってね、スピーチとかねしてくださって、すごくねそれもね、ありがたかったのを覚えてるんですよね。でまあ、僕が今度海外にねこう行くよってなった時に、大学にねイギリス行く時にこう推薦状を書いてくださったりとか、そしてまたその後のね、海外での働きの際も本当に連絡をねさせていただいて、いろいろねやり取りをさせていただいて、本当にお世話になった方だったんですよね。でそういったね本当にこう恩師ともね呼べるような、教授だったんですけれども、つい先日ですね僕は亡くなってしまいましたということをね知ったわけなんですよ。どうやって知ったかというと、いつもねこう年賀状、僕ね年賀状というのはねあまり書かないんですけど、クリスマスカードをねこう書いているんですよね。で、それをねこう E メールでねいつもお送りしてたんですけれども、メールがねこう届かなかったんですよね。であれと思って電話をねこう差し上げたんですよ。そしたら奥様がねこう出られて、実はこういう事情でってことでねこう病気で、去年の夏前ぐらいにですね、お亡くなりになってしまったということをね、伺って愕然としたんですよね。で僕はねそういう病院のチャペレンという働きをね昔していて、病気の方だったりとか、そしてまた病気で大切な方を亡くされた方のグリーフケアだったりとかってことをね従事していたので、ある程度のねそういう訓練はできていたんですけど、やっぱり第一人称としてね一次情報として、やっぱりそういう自分自身にとって本当に大切な人っていうのをなくしときって、やっぱりねそんなことはあまり関係なくなって、やっぱり悲しみにやっぱり包まれるんですよね。もう僕もね本当にこう平成を装ってたわけじゃなくて、本当にこう自分がね自分が一番苦しいんじゃなくて、奥様だったりとかね、そしてまたねお孫さんだったりとかね、お子さんだったりとかね、やっぱり一番辛いのは分かっているので、まあねその自分の心を、ね、こう落ち着かせようってね、その時は電話で、ね、お話をして、そしてまたいたんですけれども、どんどん日が経つにつれて、そしてまたね実はその、奥様にね、お会いをしてお話をして、そしてご遺影の前でねお祈りさせていただいたりしたんですね。その際にやっぱりね自分のその悲しみっていうのがこうどんどん、ね、出てきてしまって、そしてお話をした後ねこうまたその先生とのね写真とかをこう見返していた時に、すごくねこう突然もう何も言わなくても涙が、ね、出てきてしまったんですよね。そういったね本当にこう大切な人が実は僕いまして、
亡くなってしまったんですね。で、本当にね、後悔先に立たずって言いますし、恩返ししたい時には親はなしってね、こう言いますけれども、本当に僕が尊敬して、敬愛してやまなかったその先生が他界されてしまって、僕はね、本当にね、もっとね、なんか自分ができたんじゃないかなって、恩返しをね、する機会がね、たくさんあったはずなのにできなかったことが、本当にね、僕は後悔なんですよね。日本にね、5年前に僕帰ってきまして、2019年にですね、そして最後にね、その先生とお会いしたのが2017年か8年ぐらいだったと思うんですけど、一度ね、日本にこう帰国したっていうタイミングでね、お話をすることができて、教授のね、その研究室まで行ってお話をしてね、いろいろこう時間をねシェアして、ご飯もね、一緒に出していただいてっていうねことしたんですけれども、やっぱり2019年にこう日本に帰ってもうね5年経つんですけれども、その時間のうちにやっぱりその子育てとかね、育児とか、あるいは自分の事業とかね、経営とか仕事、そしてまた自分自身のその妻の、がんとの闘病生活とか、そういった自分自身がね、もうかなりもう余裕がなかったっていうのもね、一つあるんですよね。心と体に余裕が全然なかった。もうその中でもっとね、こう自分がしっかりして、そしてまた子供がね、2人生まれたので、子供もね、ぜひこう、店に行きたかったし、またね、旅行に、そのね、ちょっとね、遠いところに自分のね、家からいるので、しっかり自分のね、その足場を固めて、そして、こうちゃんとしたっていうね、ちゃんとした時にっていうかね、こう自信を持ってね、今こういう状態ですっていうね、のことをこう胸を張ってね、堂々とこうね、言えるような状態、いろんな意味でですね、家族、自分自身の健康もそうだし、経済的なこともそうだし、仕事もそうだし、そういったことをね、本当にこう堂々とね、自信を持ってこう言えるような状態、そして健康、いろんな意味で健康な状態、豊かな状態の時にお会いしてね、こうお話ししたりとか、またねご飯食べたりしたかったなってずっと思っていたら、この知らせを受けてね、もう本当に悲しみ、そして涙にね包まれていました。で、ね、恩返しを本当にねこうしたいなって思っていて、ずっと思ってて、そのままね、Eメールとかでね、連絡はね、たびたびさせていただいてたんですけれども、またそういったね、特にその去年の妻のがんのね、闘病生活が始まってっていうところから、全くね、僕、本当に心に余裕がなくて、連絡できてなくて、そんな時にね、実は先生も体壊されて、そしてお亡くなりになってしまったっていうことをね、言って、本当に恩返しができなかったなって、それ一番悔しいんですよね。って思うのは、たとえね、自分が、あるいはあなたがね、こう思って、ここまでになったらこうしようとかね、ここまでになったらこうしよう、例えば僕の場合だったら、もっとね、いろんな意味でその自立をして、経済的にもそうだし、そして健康の面でも、健康になったらとかね、余裕ができたらっていうね、いろんな意味で余裕ができたら、あるいは自信がついたらって、動こうとかね、会いに行こうとかね、そういうふうにこう思ってる人ってたくさんいると思うんですよね。ただその時ってね、実はもしかしたらね、そのあなたにとって大切な人っていないかもしれない。だったら今ね、もしできるんだったらそれをすべきなんですよね。で、僕は本当に今回学びました。ずっとね、その先生のところにね、行こうっていう話をね、前々から妻としてて、妻が病気にかかってしまってっていうことがあってね、もう本当に物理的にもしょうがないっていうのもあるし、もう自分自身をね、責める必要もね、もしかしたらないかもしれないんですけど、やっぱり動けるときに動くっていうこと、そして、人はずっとね、生きてるわけじゃない、僕もあなたもね、あなたの大切な人も本当にいつかは死ぬし、そのね、僕の教授がね、その先生がずっと言ってたのは、We're born to die ってね、ずっとね、英語でね、そういう哲学的な方で、サナタロジー、ね、死生学もすごくね、専門な方で、サナタロジー、Why are we here? ってね、Why are we here on earth? What is the purpose? What is the purpose in our life? とかね、なんで僕たちは生まれたのか、そしてその目的は何なのかとかね、そういうことをこう問うような先生だったんですね。そういうことを話をずっと
授業中にねこうしていたりとかずっと覚えてるんですよね。その先生の教えをねやっぱり今思い返すと、いかに自分がねこう切羽詰まってる中でしょうがなかったかもしれないけれども、もっとね心にこう余裕を持って動ける時にね動いて、うん、周りをこう見渡してね、こう青い今ね空ありますけれども、本当にね見えてるものがね見えてなかった状態だったかもしれないんですよね、うん、で本当にこうふとね立ち止まって空を見上げれば空は青いし、空気は綺麗だし、波はね綺麗だし、そのね、ふつふと立ち止まってこう原点に帰るじゃないですけど、うん、そういう時間そういう瞬間ってすごく必要だし、そういうね心に余裕を持つってこと、うん、それが少しね、あこれやっとかなきゃいけないなとか、あの人に連絡したいなとか、そういうことにこうつながると思うんですよね。あなたはいかがですかね。恩返しをこうしたいっていう人でもできてない、なかなかっていう人、自分のようにね自分がもっともっと立派になって、もっとねこう自分はこうなんですってねこう元気にね、そしてまた自信を持ってねこう言えるまでになってから何かしよう、その人に会いに行こうとかね連絡取ろうとかって思ってる人いないですかね、うん、ぜひねそういうようなあなたがいるんであれば、ぜひね今の状態でいいんです。なんでかっていうと、あなたはもう今の状態であなたは素晴らしいからなんです。そして愛されてるからなんですよ、うん、だからぜひね、人の命は有限です。そしてあなたの大切な人、そしてあなた自身にも命の有限性があります。なのでぜひあなたが今生きているうちに、そしてそのあなたの大切な人が生きているうちに、ありがとうって、ごめんなさいって、愛してるよって、許してねって、 Thank you, I love you, I'm sorry, forgive me、 そういったね言葉をかける、そして行動に行って実際にその人に会いに行く、話をする、時間を共有するってことをぜひ実践をしてみてください。そうすることであなたは後悔をするってことがね、絶対にこう少なくなるというふうに僕は確信をしています。恩返し、このエピソードを聞いてですね、何かこう思い当たる節だったりとか共感していただける部分があったら、ぜひですね、コメントいただけたらすごく嬉しいです。私はこういうことにて、すごく後悔しましたと、恩返ししたかったけどできなかったです、今度からこうしたいですみたいなね、あるいはこういうことできてすごく恩返しができてよかったですとかね、そういう話があったら自分自身もね、そしてまた視聴者さんも励まされますので、ぜひね共有していただけるとすごく嬉しいです。今回は恩返しというテーマでお話しさせていただきました。いつもご視聴いただきありがとうございます。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. May God bless you, your family and your friends. Bye bye.